くんおかえり、エールありがとう、ワンワンシアもありがとう、カズ、ドラゴネさんこんにちは、エールありがとうございます、カズシアありがとう、ただいまリンクム、エールもありがとう、マサヨシベースメイクナイス、今日も可愛い、ありがとう、なんかリップの色がないんだけど付け足していく、ウニクロさんこんばんは、ウニちゃんこんばんは、お疲れ、ポクカズナイパチ、ウニクロさんエルシャありがとう、マジタンお帰り、うん、ありがとうカズかわいいってリン君もありがとう、ハモンドワイハートナイス、ありがとう、服に合ってる嬉しいチャラーン、今日マジでなんかいつもと全然違う感じに見える、髪色も染めたけん、ブルーバードさんエールありがとうございます、ぽく、実はデコ出し気に入ってないから勝負どころ、え違う全然違うなんなら前髪ない方が、個人的にはね前髪ない方が好きなんだけど、てか似合ってるかなとか勝手に思っちゃってんだけど、みんながさなんか前髪ある方好きじゃない、え、そうでもない、ヤミさんカズナイス盛り上げた、アイドル好きの人ってそうじゃない、前髪ある方が好きっていうイメージが強い、今日何カズナイス盛り上げた、しゅんすけもおかえりありがとう、盛り上げた、ハモンドもかわいい、ありがとう、あ、しゅんすけありがとうね、画像、カラソンおかえり、カラソンエールシェアありがとう、アモンドトントンありがとう、キツネリクムカズナイパチで暴力系じゃないから本当やめて、お、クマも来た、コンビンはヤッホー、お疲れ、ジャカリレイルありがとう途中で送信してた、今日は何があったの、雪村ナイスブリュー来た、リンクもありがとう、うちのめいちゃんも好きでありがとう、うーん、リンクもナイスブリュー来た、正義は前髪ありの方が好き、深くエールありがとう、え、美しすぎてめまいしてきて、そんなに超嬉しい、あ、美容院行ってきてよかった、え、めっちゃ黒髪じゃない、超絶黒、あ、キツネはねキツネギャル好きだけんさ、クマ遅刻グマ、ずっと好き、え、びっくりした、スクショ撮ろうと思ったのにスクショ撮れなかったんだけど、カラソンパンプスベースベース、お、パンプスナイス、参考もありがとう、カラソンありがとう、クマポクガイシー、フレンドリーにポクありがとう、あー、ずっと好き、え、何、スクショできないんだけど、どういうこと、あ、あ、あ、できた、危ない、キツネナイパチ、リクマナイパチ、あ、画面の向きがいつもと逆だったね、そういえば、こっちがいつもの、いつものゴンゾーの立ち位置です、リクマカズナイパチ、特に何もなかったんかい今日はって言うてたじゃん、カラソン来てんの、え、だからさ、クマと一緒にカラソン来た、コーヒーの雪村、喜怒哀楽さん、あ、よしおかえり、エールありがとう、キツネおや、エールありがとう、今日ね、リラックマね、あれ、リラックマどこやったっけ、どっかに動かしてるかもしれない、今日ゴンちゃんだけだ、 SJ エールありがとう、ちょっと帰ってきて帰ってきてすぐ配信つけたけん、ゴンゾーしかここにおらんかった、リラックマどこにあるかわからんです、ツインテールやっとったね、ドラジェエラリクト、ワンワンミッションベイビー、タケネコエラリカト、キセナイスミラギト、店長もありがとう、フミフミケンさんエール、クマイヤリングベースパンプスベースイヤリングヘアバンド、イヤリングパンプスベースベース、うわー、ナイツレンジクマパンプス20位まで、やっぱ難しい、このイベント厳しい、昨日やらんかったらさ20位まで下がってる、リンクマナイパチ、アキダンエラリガード、わ
ず鍛えないプチ。え、今の何だった？あ、スーさんヘアバンドありがとう、帰り。フラを家出してないや。居酒屋好き系。え、君がナンバーワンってもらっちゃった。だけど何のイベント、ありがとう。照れる照れる照れる、ありがとう。リンクムピーシャエル、ありがとう。家出じゃないんだけど、リラックマ。スーさんもありがとう。キツネ、カズ、クマ、カラソン、スーさん、ヤミさんのイパチ、中身がさ、リンクム。あ、パワーももらっちゃった、ありがとう。リンクム、雪村かわいいです。カズナイパチ、香港エール、ありがとう。余裕の余裕のた、タイベ、タイベのギフト代、しかも。え、これアイドルイベント、もしかして今のやつなんかそれっぽくない？今のやつ。みんさん、お帰りなさい。こんばんは、あにゃん。しゅんすけ、からさん、ありがとう。ちょっと失礼します。どうぞ。充電がない、充電がないぞ。あれで、余裕はないです。失礼いたしました。余裕はないらしいです。開け、これでいいかな。安泰です、安泰だ。本人余裕ないって言ったけど。ドッケン、エールシャ、ありがとう。帰り、ちょっとこの配信は1時間ぐらいになります、すいません。明日配信できるよ。みんな知ってるか。ノリピエール、ありがとう。 STR もエール、ありがとう。明日も明後日も配信できる、イエーイ。久しぶりに土日配信できる。春そのもののようです、ありがとうございます。嘘、もうちょっとチーク乗せた方が良かったな今日。違うわ、一日中外によってマスクで消えちゃった。アベメイ6500、クマ1800、マリカ。え、クマ今1800なの？アベメイ6500じゃないよ、もう6700いきました、イエーイ。でも最近してないけん、やばい。最近っていうかここ2日ぐらいしてない。 やらんとやばい。アベメイを25位に食い込ませて、リンクムさんに応援して。あ、そうだね、あれ25位までだっけ。25位までなの？40位とかの人はさ、応援しに来れないの？クマエル、ありがとう。ノリピーさんの休みあげと。じゃがりで雪村エル、ありがとう。カラソーにバラしていく。え、また通知こんかったん、ごっちゃん。絶対それさ、設定よ、ごっちゃんの。多分設定せんといけんかもしれん、通知の。でもまだ10分しか経ってない、大丈夫だよ。なんかめっちゃでも言われる、韓国アイドル好きなのって。 K-POP アイドル好きだよ。1週間ぐらいやってないんかい。取り戻してモチベーションを。キツネ SJ、 タケネコエール、ありがとう。あれの上がり方すごい、6700。ちょっとね、なんかコツつかんだに、コツつかんでなんか強くなった。京都の父ちゃんさん、いいね、ありがとうございます。はじめまして、ドラジェ、カサ、ごっちゃん、エール、ありがとう。秘密、何秘密、秘密ワクワク。ヤミさん、エール、ありがとう。着ぐるみ、アキダン、エール、ありがとう。大きなポックしたっけ、ポック。何ワクワク。ケンさん、エール、ありがとう。黒髪青春メイちゃんです。あのね、ちょっとね、セーラー服買ったんだよ。ちょっとみんなに見せたい。めっちゃ可愛いセーラー服買ったの。それを今度のアイドル配信で着ようかなと思って。今度のさ、アーミー限定のさ、アイドル配信でこれ。あっ、可愛くない？めっちゃ可愛い。それだけ。ハモンのエール、ありがとう。フカキョウ、フミフミエル、秋田っぽくがいし、優しくっぽく、ありがとう。クマ、ヘアバンド、おパンプス、
レースメイク、イヤリング、ベース、お、なかなかの当たり。ナイスナイス、クマ、カズ、キツネ、カラさん、リンクム、ヤミさん、ナイパチ、アキラ、お疲れ、ネオン、カズ、リンクム、エール、ありがとう。え、かわいいでしょ。え、見れないかもなの、あれ、ギャング見た？本当は今日さ、アミゲンスとか言ったんだけどさ、買いました。来週の土日ぐらいでいかがですか。いや、今週の土日の方がいい、ワンちゃん。ちょっとみんなが都合がいい方で。アキラ、イヤリング、パンプス、イヤリング、ベース、おう、当たっていく、ナイスチャレンジ。カズ、キツネ、カラソン、クマ、リンクム、ナイパチ。確かにめっちゃ寂しいそうになっちゃう。はい、ヤミさん、ナイパチ。そっと抱きしめたいぐらい可愛い。え、これが流していく。あ、嘘、今日だと思ったから残念。あれ、誰か見れない、見れないって言ってた。今週なら嬉しい。ピーシャーエール、香港、大谷、俊介、ありがとう。あ、じゃあ今週の土日にする。あ、あれや、鉄が見れないって言ってたんだ。だから、どうしたらいいんだろう、こういうのって。カラさん、エール、ありがとう。みんなが見れるようにしたいんだけど。昨日ね、これ昨日届いてさ、試着したんだけど、鬼かわいい。自分で言うのもなんなんだけど、自分のセーラー服姿がめっちゃ可愛かった。あ、そうですよ、流しても全て読んじゃうんで気をつけてください。変なコメントはしないように。変なコメントしたら追放します。この枠から追放するぞ。サワエル、ありがとう。無理です、無理です。あ、リンクムーン、ベース、パンプス、ベース、ベース、イヤリング、ベース、パンプス、ベース、イヤリング、パンプス、ベース、ベース、ベース、ヘアバンド、ベース、大チャレンジ。コンボがすごすぎる。ありがとう、リンクムーン。20、ありがとう。カズ、キツネ、クマ、ヤミさん、ゴーちゃん、ナイパチ、 STR、 ありがとう。 STR、 ベース、ナイス。サオ、エハト、ありがとう。おかえり。リンクもナイパチ、カタクエスト、エール、ありがとう。キツネ、カズ、クマ、ナイパチ、ドラちゃんもエール、ありがとう。カーサ、ナイス、ありがとう。追放条件ちょっと厳しめにいきます。変な発言をしたら即池村、クマ、エール、ありがとう。即追放、即追放。前髪作った、今日美容院行った。どない、お口はチャックで。あ、チャックある必要はないけど、なんかさ、前髪作ると逆に大人っぽく見える、雰囲気変わるよね。逆に大人っぽく見える気がするんだけど。カサエル、ありがとう。今日前髪作った。え、またランウェイ前髪やりになっちゃうってこと。あれ、前髪、そうだね。アキナエル、ありがとう。ヤミさんもエル、ありがとう。え、やっぱ大人っぽく見えるよね。サラン、黒髪にするとなんかね、顔がきつく見える気がする。年収ハモンド、ケンさん、チャガリレール、ありがとう。年収、こんばんは、おかえりー。で、黒髪にして前髪作ったからセーラー服めっちゃ似合うかもって病院で思った今日。ドラジェ、フカキワエール、ありがとう。じゃない、これさ、なんかこっちに流してさ、ここで分けて、あ、ちょっと大人すぎる。セーラー、それな。
動画どこにアップされてるか気づくの忙しい。あ、確かにあれはね、分かりにくいよね、あのタイムライン。え、ありがとう、顔が派手なのがいい。派手じゃないんだけど。リンクムカズエル、ありがとう。思った、昨日なんかすっぴんでちょっと試着したんだけど、セーラー服、え、すっぴんだったら JK いけるんじゃないって、ふみふみ盛り上げて、ありがとう。そう、黒髪染め直した。もうね、なんか地毛に戻していきたい所存。ポニテかわいい、ありがとう。ふみふみナイス盛り上げた。竹猫エール、ありがとう。いや、でも、いや、自分の下ろしてる姿の方が好きかもしれん。よくポニーテールが可愛いとかみんな言うんだけど、アメメイは下ろしてる方が好き。高めのツインテールはなし。高めのツインテールは断固拒否。スピン JK 子さん。いや、あ、でも確かに最近の JK バリバリヘアメイクする。さすがにそこはメイクさせてください。ネオンエールありがとう。トモこんばんは、やっほー。そう、昔はねツインテール好きだったけど、そう、何でもいけます。何でもいけます。今のメイちゃんなら合わせて、いやいや、やった。昔は上げてるのが確かに。リンクムベースベースベースパンプスベースベースパンプスベースベースベースパンプスパンプスベースヘアバンドパンプスナイスチャレンジ。ナイスコンボすぎる、ありがとう。リンクの、あ、これ明日中間日じゃん。そういえば明日全体配信で、いやでも別にこの中間日はどうでもいいのか。ラウンド1の中間日どうでもいい、数ないプチ。どんな髪型しても推しは推しだもんね。キツネのアイパッチ。みんな言うじゃん、何しても可愛いやから。ありがとうございます、ごちゃんエール、ありがとう。ヤミさんのアイパッチ、クマごちゃんのアイパッチ、ツッチ、オーヤー、キリンエール、ありがとう。シュンスケもエール、ありがとう。お、劇場にヒーちゃんが、え、ヒーちゃんってチーム、あ、チーム A か。お迎えたく、お帰り、やっほー。エステアレイル、ありがとう。ペレモル達成してるしね。ペレプレミアム。え、プレミアムってこと。雪村エール、ありがとう。ヤミさん、ジュエリーチャレンジなるものがあるらしいけんね、今回は。確かにそうだ。で、12日が勝負、そうだ。それ、そのまで、それのために貯めとかなきゃなんだ、力を。クマエール、ありがとう。5時、今日も可愛い、ありがとう。と思う、いや確かにアニメでしょって言われても否定で、いや否定できないわけじゃないけど、確かになんかいつもと違うでしょ。でもアニメはもっと短いよ、髪の毛こんぐらい。アニメはロング。大学入ってからそんなにショートカットしたことない。向かいとかやられかと。アネメイはね、黒髪にしたいんだと思うけど、伸ばしてる途中みたいな感じじゃない。さっき、先の方茶色って感じね。ややこしいね。まあでも今確実に言えるのは、12日の木曜日が勝負。12日の木曜日がジュエリーチャレンジで勝負。ヤミさん、エラリカと、アキラ、エラリカと、セナイス、見ました。体調不良でかちゃん、大丈夫かな、どういう理由なんだろう。体調不良しか言われてない。え、てかさ、みんなアベメ知ってるよ。なんかね、チームメイトの舞台で17期生にごっそり入れ替わっちゃったみたいな、チームメイトのメンバー、ゲストとかのメンバーが。それでみんな怒ってるって。ハモンのじゃがりでドラちゃん、年収ケンさん、カサエル、ありがとう。みんな上に怒ってるって知ってる。それはそう、それはそう。いや、みんなが正しい。リュウエール、ありがとう。なんかどうにもならんかったんかもしれんけど、さすがにね、被害被るの全部こっちって。ちょっとリンクムカズエール、ありがとう。急に決まったんかね。
ひどいよね。じゃあ、ベメも思った。あ、クマありがとう。それそれ。大事なやつ、それそれ。ダラジャイルありがとう。あれひどいわ。それはアブメイも思う。てかメンバー全員思ってると思う。けどやっぱさ、あれじゃん、メンバーとかなんか言えるわけでもないしさ。6人ぐらいいるかんね。え、アイドル運営によくあることなの？なんかコメント欄見た。ツイッターのリプ欄に。オタク舐めすぎですみたいな。確かにそれはそうなるわと思って。どうにでもなるよ。ただ運営が17期をぶっ込みたいだけ。え、M ステとかじゃないってこと？17期ぶっ込みたくて？え、それはちょっと、それはさ、それはなしじゃね？深きは中身がさんやられ方。え、返金対応ないの？これ流すんじゃないクマ。これ流すんじゃない？基本オタクな、ひどい、本当に。誰にお金もらってんだっていう。17期生をご了承したいみたい。え、 M ステだから誰か、あ、誰か出れるかなって考えた時に、あ、17期がいいじゃんってなったわけじゃなくて、17期を出そうっていう元々の目的がそこなの。なるちゃん、おこの連絡してき、え、そりゃそうだと思う。でもみんな怒ってると思う。これはスイスイ流していく。とも兄さん、エールありがとう。もしお見送りが行ってなったら俺もか、危なかったね、本当に。危なかったねっていうか。え、出れませんってなったメンバー全員選抜メンバーだったの、もしかして。チームメイトの。それだったらなんか M ステとかの可能性あるかな？急に決まっちゃったとか？急に決まっちゃった系なんじゃない？それで返金対応すればいいのに。するべきなのに。あ、選抜なんだ。土エラリガと竹猫エラリガと。え、返金対応されないの？それ詐欺じゃない？え、それ詐欺にならんのかな。17期と17ライブアブメイの運命的な出会い。分からんけど、アブメイ出会ってないから。17期、でも会ってみたい。17期の子を見てみたい。絶対フレッシュだと思う。まあでもメイちゃんも直前でよく、でも詐欺はしたことないよ、多分。俺詐欺はさすがにしたことないよね。してないと思うんだけど。俊介、ありがとう。そうだね、確かに。今、選抜メンバー多いわ。あくまでもおまけってことだし。え、それでも、うん。印象悪い。あ、ジャキさん、お帰り。そう、遅い時間になっちゃった。9時。始まる予定だったんだけど。 STR やり方。え、17期見た？可愛かった。なんかさ、乃木坂みたいじゃなかった？みんな乃木坂みたいっていうか、なんか清楚な感じ。17期の誰よりやべ。世界一ありがとう。キラー、嬉しいよ。雪村エールありがとう。うん、カツアゲはあるけど詐欺はしたことないって。カツアゲあるの前提で話すなんだよ。お宅なら六本木までお見送り一緒にかけ、すごすぎる。六本木まで、え、舞台が六本木なの？え、正直だいぶグレーですよ。17期レベル高い、思った。迎えとか、おや、ピーシャーエールありがとう。キツネエールありがとう。え、確かに、なんかさ、ほぼさ完成されてる感じだったね。白いブラウスに細い紐リボンスーツ。あ、そう、え、まさにアベメイが買ったこのセーラー服が、今リボンあっちに置いてあるんだけど、ここ、あの赤のリボン、乃木坂っぽいね。ちょっと乃木坂っぽいやつ買っちゃった。え、今途切れ途切れ。ヘミさん、エールありがとう。あー、 M ステが六本木か。え、思った、あの子、うん、みちゅんに似てる。 STU のみちゅちゃん、乃木坂みたいって思った。ドラちゃん、ハモの練習エールありがとう。私服じゃないよ。私服なわけないでしょ。傘、ジャカリレ、アキラン、ケンさんエールありがとう。アミゲンでさ、アイドル配信したいからさ、今週の土日か来週の土日。ジャッキーさん、ベースメイクありがとう。ナイチャレンジ、キルミ無料ギフトありがとう。キツネ、リークム、クマナイプチ、フミフミ、カズ、リークムエールありがとう。
乃木坂にサプライズ出演。全然サプライズになんないもん、こいつこの一般人誰だよみたいな、炎上しちゃうわ。エルレエルありがとう。ミチュちゃんってあれじゃない、フロントのメンバーだよね、カズナイパチ。あぜめねえ、やだ、なんか新宿坂とかさ超マイナーグループやん、存在してないけど。ショールームで2年、あ、知ってる知ってる、なんか下積みなんていうの、いろいろやってた子がいるって。舞台には出るけど、凛ちゃんは誰になるちゃんの3人だけが参加する予定だったお見送りに M ステで出られなかった代わりに17キャデーことになった。確かに他のチームメイトメンバーでいいのに、みんなからしたらやっぱチームメイトメンバーの方がいいのか。あ、キャプテンの子チームメイトの舞台のお見送りにさ、サプライズで、サプライズになるのか分からんけど、え、あれ誰、みんな一瞬のことだけ分からん。中身川さんやれるけど、え、乃木おた、え、ジャブメが坂道入ったら始めてくれるってこと、始めてくれるってのおかしいか。中身川さんやれるけど、今村美月ちゃんだ、二代目キャプテン、香港ナイスムリアゲット、ともやれるけど、バキバキの2歳ラディカと、アブメンならみんな許してくれる17期の代わりに、チームメイトメンバーの代わりに17期で、17期の代わりにアブメンが出てくる。じゃーん、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、確かにチームメイトの舞台か、そうだわ、そういや、そうだ、エイターの怒りを収められるのは不明だっけ。いや、もっと怒り買っちゃうよ。17期だったらさ、何人も出てくるはずがさ、その代わりにアブメイ一人だけ。お前卒業した、卒業した古顔だろうって古いやつはいらねえんだよって言われる。当てた、菅原さつきちゃん好きだね。竹猫エールありがとう。アブメイに認知してもらえるのは坂道なら頑張って登る。オタクすることを坂道登るっていうの、坂道は。チームメイトの OG がお見送りしてくれるならチケット爆売れ間違いなし。うわー、じゃあうちら借り出されるかみんなの怒りを抑えるために17期の代わりにうちらが。ありがとうございました、ありがとうございました。クマエールありがとう。でもどう、なんかみんな、でも17期見てみたいって人いないのかな。ももちゃん優しい。何、日産スタジアムってアイドルの何、え、 AKB？ ふかきょドラジェイラディケット、おるかもしれんじゃん、めいちゃんのアンチ、密かにお前嫌いだったんだよって。エイトの舞台期間に誕生日だから行かないようなんだけど、やめた。え、誕生日だからこそじゃないの、違うの。キツネ盛り上げてありがとう。雪村フレイラありがとう、いつもありがとう。ゴーちゃんエールありがとう。ヤムチャップ、向田拓エールありがとう。めっちゃファンが何ねえ、カラソン、これカラソンだよね、何それ、めっちゃめっちゃファン何それ、初めて見たんだけど。伝説の守護神さん、こんにちは、エイラありがとうございます。あ、乃木坂かーい、キツネフレイラありがとう、いつもありがとう。え、17期ってことが火に油注いじゃってるの。え、17期見てみたいって人なんか意外といるのかなと思ったんだけど、チームメイトファンで、あ、17期もありかってなっちゃう人、なる人。あ、ファンね、ファン、AKB の17より17ライバー、アベメを見たい17ライバー、アベメです。ゆりなの妹ちゃんに乃木坂の子をツイートしてますよねってバレてて、認知もらってんの、すごすぎなんだけど。ヤミさんフレイラありがとう、いつもありがとう。ファンって言って当ててきたね、めっちゃファン。AKB で初めて同じ誕生日の子が17期に、あ、なんかこの前言ってた、
花からじゃなきゃ嫌とかないからどんな子がいいのかなと思ったけど、チームメイトの時みたいにおーってなる子。あーそうなんだ。可愛い子いなかった？なんかめっちゃみんな可愛い。エステアルハモンド、カサエルありがとう、アキダンエルありがとう。飛んでいってしまうやろって。クマパンプスベースベースベースヘアバンド泣いちゃれ。ギグルメールありがとう。チームメイトと AKB の本体は別って考えないた。あーなるほどね。チームメイトは好きだけど別に AKB のことはそんななんか興味はないみたいなこと。年収エールありがとう。キツネリクム、カズナイパチ、キグルミ視聴中ありがとう。なんか今回は配信でいいかも。わ、そうなの？もったいないんじゃないですか。ヤミさんナイパチ、カズフレイルありがとう、いつもありがとう。配信と実際に行くのは値段はさすがに変わるか。あ、カズナイスまであげた。浮遊霊は風に舐めかねえだろって。まず浮遊霊自体ちょっとあれ分かんないんだけど、可愛い子はいるけどね、興味持つわけじゃない。ユリナは大体認知する。すごい。すごい、家族ぐるみで認知なんだ。チームメイト3年も新メンバー入ってないし、みんな我慢してるか。あーなるほどね、もう3年も入ってないんか。クマベースパンプスイヤリングベースベースのいっちゃでっち、ありがとう。クマ香港エールありがとう。キツネリンクムカズナイパチ、リンクムフレイルありがとう、いつもありがとう。無料ギフトもありがとう。バリカーで10位以下に並ぶ。最近なんだよ10位以下に。これはガチ、これはガチなの。絶対に、まあ、絶対にとか言ったらあれなんだけど、8割方8以上ガチ。ピーシャーエールありがとう。香港無料ギフトありがとう。ケンさんフレイルありがとう、いつもありがとう。あ、そうも、かえり、エールシェアありがとう。オラはチームメイがお好きですが、何か。いや、嬉しいです。ありがとうございます。チームメイってあの、メンバー一人だけのグループ。ありがとう。とも、ニーザエールありがとう。カラさん。あ、そうか、就活し、あー、月曜日に面接があるのを思い出してしまったんだけど。最悪や。もう、受けたくない面接。めいちゃんは SSR キャラ。SSR？ 埼玉スーパーアリーナ違うわ。こんちゃん無料ゲストありがとう。バリカーで苦戦したラブメイト。見たことないでしょ。こっち側映したことあるっけ。一回だけあるか。一回だけあるわ。じゃがりでエールありがとう。確かにソーマとカラソンが話してるの初めて見たかも。ひやかちゃんじゃ3年目ベテランやん普通に。おやエールありがとう。ベテランっていうか普通にアイドル、もう一人前のドヤ。エールでエールありがとう。タケネコフレイルありがとう、いつもありがとう。エイプリルフールはとっくり嘘じゃないわ。もう信じらんのんだった。やっぱもう見せるしかないね、プレイを。またみんなの前に。ネオンエールありがとう。チームメイ結成21周年。すごいプロ集団じゃん。もう集団っていうか一人しかいないんだけど。面接頑張る。おーやだ。カラソンエールありがとう。どうなってるかよく分からんけど、確かに言わんもんね。なんかあんま言わんようにしとるけんさ、みんななんかところどころ聞いてよく分からんと思うけど、まあとりあえず面接があるんです。あのね、9日に耐えます、耐えてくる。こっちゃんヤムチャップエールありがとう。タケネコ無料ギフトありがとう。結局就職するの進学するのか、そう、まだ決め、なんか本当にさ早く決めろよって感じなんだけど、決めきれん。こういうことに関しては優柔不断なの。ドラちゃんエールありがとう。ララくんエールありがとう。コロナ禍になってから時間だけ過ぎてるから濃感な気もするけど、チームメイトの話。竹猫盛り上げてありがとう。面接前日にアイドル配信する。確かに。まあ関係ないわ、関係ないよ多分そういうのって多分。確かにな。迎えたくエールありがとう。竹猫盛り上げてありがとう。あーかわいそう、2019年カニ組
そうだよね、確かに。そう、人に見られるとね、マリカ運転不得になっちゃう。え、これメンヘラっていうの嫌なんだけど。うわ、克服しよう。メンヘラって言われるわ。クマ、ドラジェ。あ、ドラジェフレイラ、ありがとう。いつもありがとう。竹猫無料ゲスト、ナイス。気がついたら29。おー、すごい。あれ、あのプロフィールで見れるよ。あとどれくらいでレベルが上がるのか。カサエラありがとう。キグルミエラありがとう。タケネコナイス無料人。あー、キグルミもありがとう。メンヘラって面接でヘラヘラして。分かってるやん。メンタル何あれ、なんていうの、メンタル来ちゃってる。アキラフレイラありがとう。いつもありがとう。流していく。メンタル鍛えるわ。アキラ無料人ありがとう。いやなんかね、思い切った行動できるようになりたいわ。すごい前途多難な道だろうと、ここに住むってやっぱ現実見ちゃうんだよ。危ね、意外と現実主義なとこある。それこそワンピースとか、あの夢を売る漫画とか読んどってもちょっとなんか突っ込んじゃう。ちょっと突っ込んじゃう。香港深きを得られる。とアメメにメンタル鍛えられてる。まあね、アメメ飼い主だから。クマの、え、わかる。ちょっと決めきれん。クマパンプスベースイヤリングベースイヤリング。あ、なんか多分めっちゃ当たるようになってきてるわ、このイベント。ナイス。クマありがとう。エステアレイラありがとう。カズリンクもないパチ。この2年ぐらいで入ったメンバーは握手会もしたことないから、自分のファンを生で、はあ、確かにそうだわ。え、確かに。うわ、かわいそう。めっちゃクマベース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 イヤリングヘアバンド泣いちゃれ泣いちゃれ。なんかチョッパーってさ、話めっちゃ変わるわ。声かわいいんでしょ。聞いたことない、聞いてみたい。ともえらありがとう。きつね、リンクム、カズナイパチ、オーヤエラありがとう。ちょっとお花摘み行ってきますね、皆さん。大丈夫ですか？え？固まる？待って、またギフト投げとるでしょ、クマ。パンプス、ベース、イヤリング、イヤリング、イヤリング。うわ、待って。当たってんじゃん。パンプス、見てない時に限って。イヤリング、ベース、ベース。イヤリング、ベース、イヤリング。あー、大チャレンジ。あ、ネオンも、ベース。パンプス、ナイス。ありがとう、ネオン。クマ、パンプス、ベース、ベース。うん、ナイスチャレンジ。ありがとう、クマいっぱい。リンクム、カズ、キツネナイプチ。やべえじゃないのよ。ここ、アメメイの配信枠だから。ニーザ、エラありがとう。カサ、フレイラありがとう。いつもありがとう。ここ、
アベメンチだから。おー、傘ナイス、無料ギフト、着ぐるみ、フレイル、ありがとう、いつもありがとう。どんぐらい投げたんだ、もしかしていっぱい投げてるの。クマごっちゃん、ありがとうチョッパーってさ、しゅんすけ、フレイル、ありがとう、いつもありがとう。あの友達がさ、モノマネしてくれたんだけどさ、チョッパーの喋り方なんだっけ、嬉しくねえぞこの野郎みたいなその友達のさ、モノマネが可愛すぎてさ、チョッパーで想像すると余計可愛くてさ可愛いと思って。ジェクさん、エルリが可愛くない、主にいかにバレずにギフト投げるかどんなチャレンジまあいつもしとるけど、クマ筆頭にいつもやっとる。バレてんぞ、バレてんだぞこの野郎。ワンピースは漫画派だから。いや、そう、アブメンもそうなんだよ。え、でもね、今アブメンめっちゃ進んだよ、37巻、今37、あのウォーターセブン見てる。オリジナルは知らないけど、めいちゃんが、え、違う、その友達が言ったら一番可愛かった。なんか嬉しくねえぞこの野郎なんだっけめっちゃ可愛いと思った。香港フレイル、ありがとう、いつもありがとう。チョッパーより真似してる、え、本当に珍しく続いてんの。とか可愛い、めっちゃ可愛い、可愛くて、チョッパーが、まあ普通に、あと面白い、見ちゃう、続きが気になって読んじゃうみたいなゾーン入ってる。可愛い、全然2に慣れてないんで、チョッパー、え、可愛いよね。いやー、あの普通に漫画見て可愛いって思ってたんだけど、アニメ見たらもっと可愛いってなりそう。あ、見たよ、森高千里さんのモノマネ。深京フレイル、ありがとう、いつもありがとう。ごっちゃん、イヤリング、ベースメイク当たっていく、ナイス。ウォーターセブン、うん、面白いと思った、まだ途中だけど。ごっちゃん、ベースベースに、こんばんは、ありがとう、ナイス。カズナイパチ、リンクもナイパチ。ウォーターセブンが楽しいよね、ディズニーシーみたいで。あ、でもなんかあれらしいね、あのベネチアをモデルにしてるらしいね、実際の。だからディズニーシーみたいっていうのは合ってるかもしれない。ゴーちゃん、パンプスナイス。え、それまだまだ60巻ある。アベメ読むの遅すぎてさ、80巻以降没収されちゃった。マジで読むの遅いからさ、80巻以降別の友達貸していい。あ、ごめん、いいよ、全然いい読むの遅くてマジごめんってなった。あ、ゴーちゃん、イヤリングナイス。 STR フレイル、ありがとう、いつもありがとう。キツネ、カズ、クマ、ヤミさん、リンクもない、プチ、ツチエル、ありがとう。40か41巻で泣いた、嘘、40か41巻、もうすぐだ、あと3巻ぐらいで泣いちゃうの。え、でもメメさ、この前うるってきたよ、漫画ワンピース読んでて。どこのシーンだったっけな、なんかどっかのシーンでめっちゃうるってきた。なんだっけ、あ、ウソップとルフィの喧嘩のとこ。迎えたく、ふみふみいる、ありがとう。ベネチアなの、運河って感じでもなかったよな。あ、でも運河あるくない、確か。ウォーターセブン、なんか昔歩道だったとこが、あの水位が上がって地盤がなんか落ちて、なんか運河になってるみたいな。アメメとディズニーシーでビール飲み歩きオフ会だからさ、ディズニーでオフ会は絶対できんって、やばい集団だと思われる。一時回収、わら、そう、一時回収されちゃったの、すいませんって。ジェクさん、ルール、ありがとう。え、また迎えたくお出かけしてる、こんな遅い時間に。何してんの、いつも。まったく、ありがとう、迎えたく。ヤムチャップ、エール、ありがとう。ネオン、フレイル、ありがとう、いつもありがとう。そう、そこです、ウソップとルフィの仲違いのシーン。エール、エール、ありがとう。いやー、あのさ、ウソップがさ、なんかめっちゃゴーイングメリーゴー大切にしてんのが泣ける。あ、ね、ゾロかっこいいね。え、でもね、あのシーン、なんかうちは結構ルフィがかっこいいなと思った。なんか初めてルフィがなんていうか現実っぽい、現実を見て物事を発したみたいな感じがして、あ、そんな一面もあるんだと思って。ドラちゃん、ありがとう。
30巻ぐらいって10年以上前の話。え、なんかこれこういう話って言ったら思い出せるぐらい。ピーシャフレイラーありがとう、いつもありがとう。ウォーターセブンとか言ったら、いや思い出せんか、そんな前だったら。ウォーターセブン、のりちゃんありがとう。今んとこでもね、ウォーターセブンより空島の方が泣けるかなって思ってる。まあでもまだ途中だけん。あと9で金、イエーイ。昔スカイツリーでやってたワンピースイベントでフランキーとして、え、着ぐるみのフランキーってこと？そんなキャラ、あでもワンピースイベントだから、え、フランキーって結構重要な役なの？なんていうの、メイン寄りのキャラクターなの？ともエール、ありがとう。やめ、チョッパーがいい、チョッパーに会いたい。今日昼に食べてきた。あぶめ、今日昼何も食べてないんだけど。スタ丼。北海道。こっちゃんエール、ありがとう。フノダイク。え、フランキーと、うん、最近フランキー知った。フランキーと、あと、なんだっけ、あの人。あの、もう一人。弟子、その二人が弟子同士だったっていうのが解明されたとこ。あ、北海道スタ丼ってお店があるのか。スキヤの牛丼、昨日あのね、夜中お腹空きすぎて中う初めて行ってみた。美味しかった。チョッパーのぬいぐるみが家のどこかに眠って、え、いいな、欲しいんだけど。これ以上はネタバレになる。わかった。アイスバーグ、そう。アイスのおっさん。ただしエールありがとう。おかえり。中う。北海道スタドってメニューか。親子丼、なんかね、お米の気分じゃなくて、親子うどん頼んだ。意外と人いてびっくりした。12時過ぎてたんだけど。え、激アツ展開？楽しい。わあ、じゃあ今日漫画読んで寝ようかな。親子うどん。言ったらわかるよ。ウォーターセブンね、面白いと思ってるよ。え、時間予告？時間予告？時間予告なんかしちゃダメだよ。しちゃダメだぞ、バカ野郎が。土入れありがとう。ガードポイントバージョンのまん丸のチョッパーのね。何、いいガードポイントって。あれ見た、めめ、デイビーベイビーバック、なんだっけ、デイビーバックファイトみたいな。ふみふみフレイラありがとう、いつもありがとう。ルフェへの覚醒、んルフェへの覚醒、何ルフェ、ルフェって、ルフィ、ヤムチャップエールありがとう。ちょっとネタバレじゃないか、もしかして。ガードポイントわかんない。か、確か2箇所は泣ける場面あった。1個は号泣。え、泣かん気がする、あぶめ。いや、なんかちょっと冷静になっちゃうんだよね。ランブルボール食べた時に出るバージョン、いい。ちょっと待って。ダメだって、これなんかネタバレチックだぞ。ニーザエールありがとう。まあ多分覚えてないと思うけど、アベメイが一番好きなワンピースキャラはチョッパーです。可愛いの大好き。あのチョッパーの携帯、可愛い姿の一つなんだけど。え、どういうこと？ん？え、チョッパーってさ、大きくなったり小さくなったりするでしょ。大きくならんでいい、チョッパー。大きくなったら可愛くないのもん。号泣必須。絶対泣く？わかった。泣くかな。まあいいや、見てみよう。ゼクさん、エール、お会いはってありがとう。どれどれ。
読んでみようじゃないか。雨の配信今日、みんな電波悪い？クマだけが悪い？チャフグレネード、ネタバレ何でもネタバレに思えるんだけど。クマ、フレイルありがとう、いつもありがとう。冬島の戦いでも姿変わってるはずやで姿変わるって、あの大きくなるやつじゃないの？エルレールありがとう。冬島ってなんだっけ。あ、電波大丈夫、よかった。のりちゃんエルありがとう。おや、ドラちゃんフレイルありがとう、いつもありがとう。わからん、冬島ってなんだお前ちゃんと読んだんかって言われるわ。ちょっと待って、必死に思い出してる今。雪が降ってたとこってこと？空島じゃなくて、アラバスタじゃなくて、雪が降ってる。そういえばめっちゃ強い人出てきたよ、全部氷にできる人。青鬼みたいな名前の、青生地だ、合ってるよね。ウォーターセブンまで見たのは知ってるはず。冬島はチョッパー、あの桜のとこ、あれが冬島か。チャフは実在する兵器。この世に、この世に思い出した。ただ大きくなるだけじゃなくて腕が太くなる姿とか。なんかさ、なんとか強化みたいな、なんだっけ、あのいっぱい技の名前がある感じのやつ。わかんない青生地。チャフは飛行機がロックオンされた時の電波妨害のヒラヒラしてる。ワンピースにも出てくる、ワンピースの古代兵器ね。古代兵器は名前覚えてる。プルトン、あ、それか。これは、あ、そのチャフっていうのは現実の話もうわからんのんだけど、何がなんだか。まあとりあえずチョッパーが可愛いっていうのが普遍的な事実。チョッパーは何しても可愛い。しかもあれなんでしょう、なんか懸賞金なんだっけ、あのかかっとるお金がさ、チョッパー一番安いんでしょう可愛すぎる。そのうちの毛皮強化、ガードポイントがまん丸い姿。なるほどね。あんま見てなかったかも。なんかね、アメメあんま絵見らんに漫画であんま絵見らん。あのさ、戦闘シーンがどげんなっとるか全然わからん。チャフは炸裂すると銀紙みたいなのが宙に舞って電波を削る。それで、電波を錯乱させるの？で飛行機を墜落させるってこと？ペットねえ、かわいい。ペット扱いなの、かわいすぎるあ、チョッパーってペット要員なのかあの医師っていうのはちょっとあの肩書きだけなんね。50ベリーかわいすぎる。ルフィと比べてみーっていう。SJL ありがとう。古代兵器並みに可愛いってやだ、なんか暴力的みたいじゃん。そう、漫画でだって絵見てもわからんけど、あ、ね、うるせえ、そんなん言われても嬉しくねえぞこの野郎が。あ、それだ、それ言ってた今日、あのね、友達が、そんなん言われても嬉しくねえぞこの野郎がみたいな言い方するって言ってた。何それ、可愛すぎるってなった。土エルありがとう。違う、ロックオンされて狙ってくるミサイルをかく乱するための的。なるほどね。ビューンって飛んできたやつを銀紙プーンってやって錯乱させるチョッパーは石チョッパー石だけどペットの側面があるのね。 SJ 盛り上げてありがとう。 ASTR イヤリングナイスありがとう。キツネナイパチ、リンクムナイパチ、メイが言うと可愛い。やったー、これ多分誰が言っても可愛いかもしれん。こんな、あの今日友達が言ってるのがめっちゃ可愛かった。そんなん言われても嬉しくねえぞこの野郎が。電波錯乱させて飛行機墜落はできん。
あ、そうなの。ミサイルとかレーダー録音された時に電波を拡散して、あー飛行機からピュンで、そのなんだっけ、その兵器をやるってこと。家族まないパチパチチャフそれそれそれ。アルメが想像してる銀紙や折り紙、銀紙と金紙そうえ、アルメが想像してる、え、銀紙ってあれでしょ、あのライブとかでさ、パーンって言ってパタ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 って落ちてくるやつ。のりちゃんへありがとう。あ、またね。ではペコリ、嬉しくねえぞ、エールエール、ありがとう。あ、それ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 やそれや、とも、フレイル、ありがとう、いつもありがとう。ヤミさん、それそれ初めてなんかギフトで示すっていう。リンクム、カズ、キツネナイパチ、ナイスすぎんよく見つけたよくぞ見つけた、ヤミさん、それそれ。でもマブメイがさっき頭に思い描いてたやつはなんかもっと長いやつ、キラ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 じゃなくて、細いやつじゃなくて、長い長い銀テープ。お、まさにそれなの。え、このちっちゃいやつをピューンって巻くってこと。バサ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 。中身がさ、胸毛ありがとう。ウォーターセブン長いんだ、マジ。まあ飽きんことはない。スライム、ねえ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 、今ねスライムね冷蔵庫に入れとったり、楽しみ。なんか調べたら、調べたらさ、チェクさん、エールありがとう。ヒエヒエ、マロンマロンさん、帰りなさい。エールありがとう。あら成長してないけど、ちょっとね気泡が抜けてクリアに近づいてきた。うわー、もっと待った方がいいかな。ねえ、離席中今思い出しても遅いよ、くま。そりゃ100巻超えるわけだから、普通の漫画、え、普通の漫画はそんなにないってこと。全部長いか。これスライム、ゼクさん、ひちゃちゃ、ありがとう。あ、セーラー、なんで、あの網弦で着るのありがとう、くま。なんかね、冷やしたら、あ、でも結構クリアに近づいてきてる。冷やしたらね、ベタベタが取れるって調べて出てきたんだけど、え、全然取れん、全然ベタベタしてるわ。ニーザエール、ありがとう。あ、あれか、ネットワーク環境のせいね、その遅れは、もしかして。え、ありがとう、くま、それ、ありがとう。うん、ちょっとだけ流行ってる。あ、なんか冷蔵庫の匂いする。うん、ベタつく。うわ、入れるんじゃなかった、普通に。全然変わらん、全然ベタベタしてる。なんだ、やって損しちゃった。あー、ハマりそう、また。うー、お餅みたい、めっちゃ。うん、面白いこれマジで、あの1時間ぐらいはずっとできる。え、そう、飴職人になった気分になるね。まだあの子供の心が残っとるかもしれん。最高すぎる。わあ、飴細工みたいな、ね、な感じがする。飴細工してるみたい。そうしたえ、時間の無駄じゃないよ、もうこれマジでね、癒される。ゴールデンウィーク中はこれをひたすらに
たずらっ子です。いたずらっ子、経験は何よりも大事。え、ビーズみたいなの入れたらさ、このもちもち感がなくなっちゃうんじゃないかと思って。そうだよ、こんなやつに、こんなやつっていうのアブメンが言うのはあれなんだけど、ワンピース負けてた。いや負けてないよ、同じぐらい。これに飽きたらワンピース読んで、ワンピースに飽きたらこれやって、1時間遊んでるメイちゃんずっと見て。いやそれもそれで怖いよ、うちはどっちも怖いよそれ。変なカオスな状況。いや握力鍛えてるつもりはないんだけど、でも確かにこれめっちゃ握力いるんだよね。筋トレになるのかも、もしかしたら。わあ、めっちゃパチパチなるね、これ空気入れたら。おお、おお、わあ、イエーイ。エイルルフルエルありがとう、いつもありがとう。おいしそう。え、うん、めっちゃ手すべすべになる。なんかね、水分全部持ってかれるって感じ。この遊びの最終目的、いや、それ最終目的とかね、求めたらいけんのよ、こういうものに。目的はこうやって伸ばしたりこう握ったりして遊ぶこと。本当に飴職人に なった気分。アブメガスライム使ってゴムゴムのピストルとか言うて攻撃してきたらかわいすぎない？ルフィの技アブメできん、あれどうなってるかわからん。ピョー、あれ A 見てもどうなってるかわからん。中身がサフレイル、ありがとう、いつもありがとう。え、そう、ただこねるだけ。でもね、アメ細工が好きな人絶対ハマると思う。ゴムゴムの実の能力を自力でピョン。ちょっと遠近法でさ、伸びてるように見えないかな。アメメイゼクさん、ありがとう。絶対アベ細工来ると思ったわ。ピョン、アベ細工、アメ細工。いやー、そやぐーしか見えん。ごっちゃん、フレイルありがとう、いつもありがとう。あー、そろそろお風呂入るね、やぶね。ギフトボード読むよ。短かったグータッチ。あ、スライムね、なんかもともとパチパチせんのんだけど、空気入れたら、このハンドガムは空気こうやってこねて空気入れたら、その気泡が握りつぶされるときにパチパチ言うの。ね、ベース、お、ワンピース本日初大当たり来ました。ワンピース、ナイス。ベース、ベース、パンプス、イヤリング、イヤリング、ベース。待って、キツネめっちゃありがとう。ゴムゴムの風船、風船できるようにならんといけんってこと。財布を空っぽにするには。ニーザフレイル、ありがとう、いつもありがとう。キツネ、ベース、ベース、イヤリング、めっちゃ当たり、ナイスキツネ、ありがとう。クマ、リンクム、カズ、ヤミさん、ナイパチ、ありがとう。パチ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 。ニーザもフレイル、ありがとう、いつもありがとう。それではギフトボード、アゴチャナイパチ、本日のギフトボードを読んでいきます。今日は8位から読みますね。 SJ フレイル、ありがとう、いつもありがとう。トコトコさん、エイル、ありがとうございます。あー、ヤミさん、リップ、ハイヒール。ナイスすぎる、ヤミさん、ナイス、ありがとう。キツネ、リンクム、カズ、ゴチャナイパチ、ナイスすぎる、ありがとね。なになに。え、何、あ、クマは東京ドーム並みなのか、それ
東京ドーム並みに膨らむ。あ、9位に乗っちゃった。9位から見ます。あ、ごっちゃんハートカーテンかわいい、ありがとう。9位ハモンド、ありがとう。今日も8位がごっちゃん、ごっちゃんもありがとう。ナイスチャレンジ。あ、くまベース、おーパンプスナイス、ベースうさんこもナイス、ありがとう。くまさすがっすね。7位がアキダン、アキダンもいつもありがとう。ナイスチャレンジ。そして6位がワン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 も今日もありがとうございます。そして5位がキツネ、キツネも今日もナイスチャレンジありがとう。そして4位がヤミさん、ヤミさんもありがとう、ナイスチャレンジ今日もありがとう。3位がカズ、今日もありがとう、カズ来てくれてありがとうね。そして2位がクマ、クマもナイスチャレンジありがとう、いっぱい助かります。そして1位がリンクム、わーい、いつもありがとう、ナイスチャレンジ。これさすが、次ありがとう。はい、それでは明日も、明日は20時から配信できると思いますので、皆さんぜひ来てください。ありがとうリンクム、ゴーちゃんもありがとう、来てくれてありがとう。みんなハモンドもありがとう、ガーズハートカットナイス、ありがとう。おやすみ、くっちゃんありがとう、リンクム、ニーザ、ハモンドおやすみ。ちょっと透けて見えてるおでこ。おでこビーム、ゴーちゃんもありがとう、クマもおやすみ、ありがとう来てくれて。またいつか頑張ってね、キツネ、またね、バイバイ。ヤミさんもおやすみ、バイバイ。 STR もおやすみ、おやすみキツネ、ありがとう、バイバイ。